バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界に一つだけの競馬です。唯一帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさをお伝えする番組です。そして馬券的中のお手伝いをしている番組です。では、レースの解説予想は十勝毎日新聞社営業局企画事業部の桜井陽介さんにお任せしましょう。こんにちは。どうも、今日はお任せされちゃうんですね。そう、こんにちは。はい、任せた。いや、もう万栄記念すごい盛り上がってますね。市内に至る所に看板出てますよ、うん、そうですね。あのジャガの中でも万栄記念のねコマーシャルも入れてますしね、うん、そうですね、雰囲気がね、いよいよなんかね、あの帯広のね春の最大のお祭りがね、うん、やってきたような気がしますね。はい、そして初体験涙涙の去年はね、去年というか昨シーズンね、はい、涙涙の万栄記念を味わった私たちを引っ張ってくれるバンタマジョッキーです、 DJ 小西シータちゃんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。あの藤丸の前に飾られてる万栄記念の、あのコーナーで自撮りをしてきました。あの周りにちょっとすいません撮ってもらっていいですかって言えなくて、自分でこうやって北勝勝と私みたいな頑張って撮りました。はい、なんかそれ想像できる。桜井さんも、はい、まあ、シーズンも、はい、本当にあと重賞レースがですね、ポプラ賞、イレネ記念、万栄記念と、うん、そうですね、今週かな、今週はね、僕ちょっと東京に出張行ってきたんですけども、はい、万栄記念に向けて、うん、まずは、JRA ジョッキーの、勝浦正樹さんと、はい、松岡正美さんに会ってきました。うん、で、すごい素晴らしい予想の、ね、動画作ってますんで、楽しみにしていてください。はい、他のスポーツ界の選手っていうのか、あのどういうふうに万栄競馬の万栄記念っていうのを捉えてる感じですかね。まあね、あのね、2人はね、結構もうね、すごい研究してます。いろいろ情報も得てます。なので、すごい正確な面白い予想してくれましたよ。ああ、はい、正確かどうかはレース見ないと結果見ないとね。あとね、まあ、あの僕今作ってるんですけど、当日もう17日から配られると思うんですけども、うん、週刊ギャロップの、競馬雑誌のね、名門競馬雑誌ですけども、週刊ギャロップの万栄記念特別版っていうのが今度できる、作ったんですよ、うん、でそれにも、お二人がいろいろ関わってくれているんで、うん、楽しみにしててください。もういろんな世界から注目というこの万栄競馬の大一番、万栄記念も近くなってきましたけれども、その前にですね、まずコマーシャルの後は3月6日日曜日に開催されました万栄十勝メインレース第12回スピードスター賞を振り返ります。今から始まるのは最強を決めるレース。馬が引くのは多くの人の夢。新王者が目指すのは歴代の王者がたどり着く頂、真の強さを見せつけろ。3月20日万栄記念開催。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッズ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 パーク、定番店リモートです。いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバンそれでは3月6日日曜日に開催されましたメインレース、スピードスター賞を振り返ります。注目を集めました人気上位は、1番人気はメムロボブサップ、2番人気はゴールドハンター、3番人気は青のブラックでした。では結果はどうだったでしょうか。スピードスター賞の実況をお聞きください。出走馬10頭ゲートに揃っています。今ゲートが開きました。ノンストップ競馬、さあ1番のインビクターがってきました。2番のメムロボブサップ、
4番の青のブラック、3番のアーモンドキーマンと続いて、それからゴールドハンター、ジョッキー立っています。8番のシンゲーボブ、後ろはドラゴンボーイ、それから新山ボーイ丸見豪快、ブチオです。さあ、第2障害手前、前半22秒、メムロボブサップ、それから4番青のブラック、外から7番のゴールドハンター人気3頭、やや間が空きました。前は2番のメムロボブサップと7番のゴールドハンター、4番の青のブラックもじわっと差を詰めて前の3頭激しい接戦、2番のメムロボブサップと4番青のブラック、外ゴールドハンター、しかし2番のメムロボブサップ。第12回スピードスター賞、勝ちましたのは2番メムロボブサップでした。この日の天候は晴れ、馬場水分は 3.4% で行われました。早かったですね、桜井さ ん、 あの実況の方も万栄の実況とは思えない感じでした ね、なんかサラベット、そう、平地競馬なのか、なんかあの 100m 競走なのかよくわかんないけど、ね、2つ障害あるはずなのになかったみたいにね全くノンストップでしたしね。まあメムロボブサップこの条件強いわ、毎回毎回やっぱ早いですね。条件というのはどういう条件で強い？やっぱあのこのやっぱ軽いので、ソリを関係なくとにかくスピード勝負、極限のスピード勝負、ちょっと万栄競馬とは矛盾している競争なんだけど、これはもう本当にメムロボブサップとゴールドハンターというのはこの2強ですね。そう、はい、もうそうだよねっていうレースだったでしょうかね。人気通りだったんですけど結果は、はい、はいはい、ではその結果をお知らせします。1着2番メムロボブサップ、2着7番ゴールドハンター、3着4番青のブラックという結果、人気通りの着順となりました。配当です。単勝式2番170円、枠番連勝複式27270円、馬番連勝複式2番7番340円、馬番連勝単式2番7番740円、ちなみに3連単2番7番4番で1410円ということなんですよ、桜井さん。1番人気ですか、ね、そうです、 1,2,3 です、はい、もう 1,2,3 フィニッシュでした、はい、もうね安心してられる、その3と買ってた人は安心してられたんじゃないですか、はい勝った人はね行きますか、それぞれ、はいはい、どうぞ。いやもうこれは今日は小さい敷いたから行った方がいいんじゃないですか。最後にしようか、それとも教えたじゃんね、桜井さんからどうぞ、はい、僕もね3連単でしっかりやってたんですけど、配当しょっぱかったですね、もうちょっとね3着が崩れてくれたら面白かったんですけど、うん、やっぱこの3頭強かったです。まあ一応プラスだったんで よしとしましょう、はいはい、2人の間でどさくさで反省しとこうと、はい、私は外れ、はい、3連複アーモンドキーマン青のブラック丸見豪快と選んだんですけど、すごく外れました。あ、はい、今言ってた2頭全部走ってたんですね2強と言ってるも全部走ってたん、ね、いいんだよその後ろから押さなくても、はいはいはい、はい、シータちゃんどうぞ。イエーイ、はい、そうね、1点、あの 1,2,3 番人気だけど1点で飛ぶってことはかっこいいね。そうですね、ありがとうございます、はい、メムロボブサップ単勝で1000円と、あと3連複で、2番4番7番で2000円買っていました。あの配当はですね、あ、こんなもんですかみたいな感じにはもうどうしても人気順なんでなったんですけど、今回のレースはあのテレビ見ててもなんかハッ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 みたいな、もう先週予想した瞬間に当たりって言ってあげたでしょ。いや、はい、そうですね予想した瞬間に桜井さん当たりって言って、レースが終わった瞬間に、あのバンタマの、ね、グループラインでおめでとうみたいなね、はい、メガネ先輩おめでとうとね、はい、そう、もうメガネ先輩ってもだから旬すぎてる、うん、早かったよね、はい、いろんな意味で早かったですけど、はい、ということで第12回スピードスタンションはメムロボブサップ、素晴らしいレース圧勝でした。私たちの配当じゃないや私たちの配当はない私たち出走してた、うん、じゃなくって、はい、何だったっけこれ収支ね、はい、いきますよ。桜井さんがプラス 64,150円、シータちゃんマイナス 18,220円。いや背中が見えません ね、 ね、私のいいかな、ね、マイナスちっちゃい声で 93,060円。あと3回あるから大台いけるね、ジェナ外すこと前提の話しないでくださいよだよね、ということで、先週の結果でした。ではコマーシャルなどです。3月13日日曜日開催の重賞レースです。 PG3 第43回ポプラ賞に行きますね、そして注目馬の騎手、そして、調教師のインタビューもお届けいたします。コマーシャルです。今から始まるのは最強を決めるレース。馬が引くのは多くの人の夢。新王者が目指すのは
歴代の王者がたどり着く頂き、真の強さを見せつけろ。3月20日万栄記念開催。オッズパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッズ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 パーク、手がけにオートです。いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。全部楽しんだもん勝ち。オッズパーク、農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。では続いてポプラ賞に参ります。桜井さん、ポプラ賞のレース、どんなレースか、また見どころも教えてください。そうですね、万栄独特なんですけども、これアティ4歳と5歳の世代交流重賞、まあおなじみの戦ですね。まあ人間で言えばね、これ4年生小学4年生と5年生が対決するようなレース、これ他のサラブレッドの競馬ないんですよ。で、当然ね、4年生と5年生だったら5年生の方が強いんだけど、でもここはハンデ、荷物の差があると、そこが予想の難しいところですね、はい、なるほど、はい。ちなみに前年度は青のブラックが勝っているんですよね。そうですね、青のブラックが2連覇して、まあね、青のブラックは4年生と5年生どっちでも勝っちゃったということですね、戦国エースも勝ってますね、この場合ですね、はい、その明け4歳5歳って言い方しますけど、馬ってお誕生日じゃなくて年が明けるともうみんな3歳だった馬が一斉に4歳になる。そうですね、ちょっとね、万栄ね、言い方難しいんですよ、一応3歳世代なんですよ ね、年度内で絞ってるんで、でも、ね、馬は全世界共通で1月1日を迎えたら年を重ねるんで、そこが難しいところなんですね。そうですよね、なので明け4歳という言い方に、ね、はい、なるんですよね、はい。それでは第43回ポプラ賞出走予定馬からピックアップします。競泳流号を管理する村上真一調教師、オーシャンウィナー号に騎乗予定の菊池和樹騎手のインタビューをお届けしたいと思います。まず、競泳流号を管理する村上真一調教師のインタビューです。競泳流なんですけども、ここ2戦はハンディやコンディション含めてちょっとやや厳しい条件だったと思うんですけども、現在の状態はいかがでしょうか。はい、うん、まあ変わらず元気ですよ。じゃあ状態自体はずっと平行線でいい感じ。うん、ちょっとね、はい、うん、今朝の攻め馬の動きというのはいかがでしたか。まあ動きいいですよ、はい。ということは、まあ、今回、4歳5歳の世代交流戦ということで、まあ、年下の馬に胸を貸す立場なんですけども、自信を持って送り出せそうな感じですか。あ、はい、そうです、はい。メンバー見渡し、ちょっとハンデがね、トップハンデ、まあ、ちょっと今もハンデに泣かされている部分があると思うんですけども、うん、今回のメンバー見て強敵になりそうな相手って言いますか。うん、まあ、ババア考えてあれだよね、うん、改正ドクター、はい、やっぱし同世代の方がちょっとやっぱし、まあ、そうだね、やっぱりね、改正ドクターと10っていうのはどうですかね。同伴ならば、同伴でならば競泳流の方が僕は強いと思ってるんですけども、うん、あとババアが軽かったらね、はい、ちょっとなんかババアが渋そうだね、はい。ここまでのレースぶり、今先生もおっしゃったんですけど、レースぶりを見てるとババアはやっぱしこのまま早い方が合ってると思うんですけども、うん、今回の相手関係から見て当日の理想のコンディションはいかがですか。なんと言っていいんだかね、うん、あんまり軽すぎるとやっぱりね、あの年下の馬たちにスイスイ行かれちゃうようなケースもありますよね、うん、でもまあ荷物が荷物だから、はい、うん、まあ軽い方がいいのは確かだね、はい。もう800キロでも自信持って、その辺は多少軽ければいいかなってことですかね。うん、そうですね、はい。展開はどんな展開を描いてますか。うん、中段で耐えきてないかな。で、あのいつもの強烈な決め手を生かす、障害をしっかり超えて、うん、そこから決め手でしょうかってことですかね、はい、はい。最後に不安の皆さんにポプラ賞に向けて先生の方から一言意気込みをお願いしたいんですが、うん、やっぱりね、世代の代表としてね、少しでも上位を目指して頑張りたいと思います。第43回ポプラ賞出走予定、競泳流を管理する村上真一調教師のお話でした。
いいですよ変わりませんよっていう感じですけど、うん、どうですか。そうですね、僕はちょっとここのところ2戦ね、うん、大きな着順取ってるんでそこを突こうと思ったんですけど、うん、やっぱ同世代相手とかだと自信ありそうな感じでしたね。トップハンデ、ただ一とトップハンデですけど、うん、僕 は逆に先生は相手は同世代って言ってましたけど、うん、逆に年下とのこのハンデ差が僕は気になりますね。ですよね、はい、ちょっと気になることですけど、でも後ろ向きなコメントはなかったですよね、うん、まあダビマですから、強いですから、はい、そうよね、はいはい、というコメントでした。では続いてオーシャンウィーナー号に騎乗予定の菊池和樹騎手のインタビューです。前走は1月末の白雪賞でした。最大50キロ差の半、はい、厳しいハンデだったんですけども2着入りました。オーシャンウィナー現在の状態はいかがでしょうか。そうですね、いつも通り調子は良さげでやっております。はい、前走あの厳しい条件の中よく2着突っ込んできたんじゃないですか。いや結構手応えは良すぎてちょっと仕掛けが早くなっちゃったかなと反省して、うん、はい。で今朝の攻め馬の動きっていうのはいかがだったんでしょうか。いつも通りのオーシャンウィーナーという感じで、先週あたりちょっと重たい荷物をかけてやってます。今日はちょっとまあ軽めに、はい、やっていい動きしてます。もう年度末ということでかなり仕上げの方も急ピッチに命中に来てる感じですか。そうですかね、まあ来年度もあるんで、はい、まあ、そんなにそんなになんですけど、はい、まあで今回は世代交流戦ということで年長組の強い相手も結構います。まあ、メンバー見渡して強敵になりそうな相手って言いますか。そうですね、やっぱ競泳流とか、うん、海星ドクターとかやっぱ強いですね、はい。まあ、そのあたりを目標にしながらレースを進めていく感じでしょうか。ね、まあ、自分の出た大和太鼓という馬も強い、うん、重くなれば強いですよね。重くなればあの馬も出てくるかなっていう、はい、じゃあ、はい、菊池騎手から見たらその3頭が手強い相手と。はい、で週末は雪や雨の心配なさそうです。ここまでのレースぶりを見ているとオーシャンウィナーは力のいる馬場が合ってるように見えるんですけどもいかがでしょうか。そうですね、同世代なら力いる馬場がいいと思うんですけど上の馬と戦ったらやっぱり力強いのも出てくるのでどうなるか分かんないですけど。じゃあ本当の自力勝負になるよりか多少ちょっと展開の助けとか馬場の助けも欲しいかなってとこですか。はい、そうですね、はい、描いている展開ってありますか。障害は最近本当に気持ちよく上がってくれているのである程度前々で詰めたいかなと。後ろから行って、うん、もうちょっと最近ゴール前が甘いので昨年までの決めて勝負というよりかはやっぱり強い相手ということで積極的に行きたいなってとこですか。はい、あとのまあ来年度もあるので、まあ、ちょっと厳しい競馬もしてみたいな、はい、最後にファンの皆さんにポプラ賞に向けて一言意気込みをお願いしたいんですけども。そうですね、まあ、今年度のダービー馬として、あ、4歳の代表として挑むので応援よろしくお願いします。オーシャンウィーナー号騎乗予定の菊池和樹騎手のインタビューでした。桜井さんどう読みましたか。そうですね、こちらもダービー馬なんですね、うん、まあ、なんか自信はありげでしたけどもさすがにちょっと年長馬とのそのね、あの力関係っていうところはただねちょっと疑問はしてたような感じでしたね。他の馬のこともよく見てるというか冷静に見てますね。いや、なんかね、大和太鼓の話なんか結構参考になったんじゃないですか、うん、はい、そうですよね。いつもこう割と冷静に考えて乗ってる感じですね、うん、冷静だし、あの展開もすごいよく考えてるジョッキーだし、うん、あとあのコメントがやっぱあれ素直ですよね。そうですよね、分かりますよね、分かりやすいコメントしてくれますよね、うん、いいですよね、はい、という2人のお話を聞いたところでコマーシャルの後第43回ポプラ賞展望と予想に参ります。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、前残り20、6番甲子半回戦闘だが9番北勝馬さん並んでかわした。それから北野裕次郎3頭広がった、あと10わずかに出る9番北勝馬さんがいきます。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。オッツパーク、ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、オッツ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 パーク、定番競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ、オッツ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 、全部楽しんだもん勝ち、オッツパーク。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。バンバ魂。それでは3月13日日曜日開催の重賞レース BG3 第43回ポプラ賞の展望と予想に参ります。まず出走メンバー紹介します。1番海瀬ドクター阿部武富、2番京栄流松田道明、3番大和太鼓渡来心、4番オーシャンウィナー菊池和樹、5番ネオキングダム西健一、6番みそぎほまれ長澤光太、7番ニセコヒカル藤野俊一、8番ゴールドハンター金田力ということで、ポプラ賞今年は8頭の出走ですね。桜井さん。そうですね、いいメンバーじゃないですか。ダービー馬2頭出ててね、これはもう予想しがいあるレースだと思いますよ、うん、ハンデもね上下 何キロ70キロ差あるんだ、ね、ありますよ。なかなかやっぱりこういう世代交流戦ってことでこういうハンデ差が出ちゃうんでしょうね。どこで見たらいいですか今シーズンは。何を見ればいいの、うん、そのハンデもバラバラだし、うん、だからやっぱりこの、ね、まあ、今インタビュー出たね、じゃあ2頭のダービーは、うん、やっぱこの厳しいハンデでどこまでやるかっていうのがまず最大の注目点じゃないですか。うん、あとね、あの改正ドクターとかね、やっぱ自力ある馬結構いますから、うん、そうですね、はい、このやっぱ年長馬の方がね、なんか強そうな気がしますけどね。そうですか、はい、実力がこの字面だけ見るとね、はい、うん、という予想につながる前にですね、12日土曜日の十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみます。ぐりぐりついてるのは1番海星ドクターですね、そのまま上から京栄流に丸、3番大和太鼓、7番ニセコヒカル、8番ゴールドハンターというところに印がついていますね。海星ドクターは今季2勝だが、そのうちの1勝は昨シーズン行われた3歳4歳重賞の浜那須賞、念願の重賞初制覇で、その後もオープン小馬相手に互角のレースぶりを見せているという。上昇度は抜群、4歳5歳同士なら重賞2勝目に期待ということですよ。はい、期待しましょう。その通りっていうはい、なんだいいですか。じゃあ早速予想いきますか、はい、桜井さんから。さっきね、年長馬強いんじゃないかなって言うんですよ、うん、本命はそのね年下の方の4歳馬のネオキングダムです。シータちゃん、どうも言ってることとやってることが、いやこれもうメンバー見た瞬間僕ねネオキングダムに20枚をつけました。早かったですね書くの、ね、覚えてますか、うん、年末の万栄ダービーオーシャンウィーナーと同ハンデで2着来たんですよ。しかも苦手だったカルババで雪降った中で、それで2着来てて今回40キロ差んですよ。それで多分週末は重い状況なら得意のもう勝ってくださいっていうレースじゃないですか。というんですがやっぱ上も強いんで3レップにしましたであのやっぱね海星ドクター本当もう本当に言うと自力一番強いのこれ僕今回条件的にいいのは海星ドクターだと思ってるんですよ。あのやっぱ競泳流に10キロもらって重いハンデになると海星ドクターの方が力発揮しやすいんじゃないかなということで、1番5番の、3連複2等軸で、相手に大和太鼓をニセコヒカルゴールドハンターへ、流した3連複3点、うん、1000ずついきます。はい、書きましたけど競泳流とオーシャンウィナーは僕は外します。なんでそこまで書くのかなっていうね。いやいやいや、あのやっぱ条件厳しいこの2頭は今回は。そうですか、うん、はい、シータちゃん桜井さんの何を信じていいかがわからない。はい、今週は私を信じてください。はい私はやっぱり一番の海星ドクターです、ただ海星ドクターって、それこそ浜那須賞で勝ちました。あの時は私やった海星ドクターこれからは1着の時代だと思ったんですけども、安定して2着3着4着2着3着4着そんな感じです。そんな感じいいよ、もっと強気でバンバン予想して、はい、いやなので私の予想はワイドです、うんうん、そうなんだ、はい、3着までには海星ドクター来るでしょうということで、1番海星ドクターから2番競泳流4番オーシャンウィーナー8番ゴールドハンター1000円ずつです。桜井さんが予想バーって書いてたので桜井さんと被らないようにしなきゃみたいな感じで、でもゴールドハンターは被っちゃいました。だって別に当たった、まあ、一緒に当たる可能性はあるわな。まあそうですね、はい、意識してるね2人ね、はい、私のことなんか意識してないでしょそんなことないですよ。そう、菊池和樹騎手も言ったでしょ、うん、大和太鼓、うんうん、大和太鼓からいきますよ、はい、そして相手は2番の京栄流、
なんかちょっと上がってきてませんか、ここに来てよ。ちょっとあの成績だけ見ると上がってるとは言えないけど、条件は良くなってる、あの要するに相手関係は良くなってる、今回はなんか良くなってる。ただ判定は厳しい、うん、はい、どうぞ。だからそのうちの一頭で巨栄竜選んでもう一頭がネオキングダム、僕の本命ね、はい、そう、なんかさ二人でネオキングダムの話してるからさ、うん、ちょっと入れとかなきゃなと思ってとりあえず入れちゃい、こそっと入れました、うん、そして8番のゴールドハンター、うん、これね前走もね、先週ね、先週も良かったでしょ、はい、ゴールドハンター、うん、はいはい、でもねネオキンはね今回本当安倍さんがね本当乗りたかったと思うよ、これ話してないけど予想、予想それも予想で、これも予想、そう、はい、予想の予想です、はい、体2つあったら乗りたかったと思う、怖、解説キング乗らなきゃいけないんで、解説、うん、ドクターか、解説キング王になっちゃった、解説ドクター乗りたいんで、ね、はい、勝ってほしいな希望がね全部込めちゃった、うん、はい、ということで皆さん2人の予想参考にしてください、13日日曜日のメインレースです。第43回ポプラ賞は19時30分出走発走の予定です。あ、どうなるでしょうね。ということでバンバ魂もそろそろお別れの時間なんですが、来週のバンバ魂では3月19日土曜日開催の重賞レース BG1 第53回イレネー記念、そして3月20日日曜日大一番ですね、第54回万栄記念の展望と予想をお送りします。桜井さん、イレネー記念と万栄記念改めてどんなレースでしょう。そうですね、イレネー記念はね明け3歳の、うん、頂点を決めるレース、今年はキングフェスタという強い馬がいますんで、鈴木エステジョッキーに乗ります、うん、楽しみですね、うん、でなんか淀川永春さんみたいな、ね、はい、楽しみですね、はい、で万栄記念ね、万栄記念はもう皆さんねご存知の通り年に一度1トンをね背負う、うん、もう本当の最高峰の戦いなんですけど、うん、今年はどの馬が勝っても初優勝と、もう俺の心もね、北勝勝も甲州運営もみんないないですから、戦国ですもん、だからそういう意味では今回は予想しがいありますせ、うんうん、ありますせビッグボスになっちゃったね、ビッグボスになっちゃった、はいはい、気分はそうでしょ、うん、なんでもう本当注目してください。で、バンバ魂もね来週ね最後あれですか、1万円ずつぐらいくれるんですか、ダメだ、そんなことは、いやそんなない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 、ディレクター下向いちゃった、うん、あれないでしょっていう話ですよ。じゃあもうガツンと2つ当てましょうよ、うん、皆さんで土日で、はい、当てますよ、はい、そうなんです。そしてジャガバンバ魂では3月20日の万栄記念、バンバ魂万栄記念スペシャルを帯広競馬場から生中継でお送りします。はい、生生、そう、私たち3人でね帯広競馬場内の特設スタジオという、まあ、場所がねもうちょっと端っこお借りして、うん、特設ステージをスタジオを作りまして、競馬場の熱気、パドックの様子、そしてもちろん万栄記念の直前予想などなど楽しく分かりやすくですね、桜井さん。そうですね、ね、馬券的中のお手伝い、ま、もちろんしますけども、うん、昨年はね小さいシート爆泣きしましたから安倍ジョッキーのねもらい泣きしちゃった、ね、うんうん、今年も爆泣きさせましょう、いや、はい、できるかな、どう泣くの、はい、いやね桜井さんもパドックの解説というのか中継をしっかり ね、僕なりの見方で当たるかどうか分かりませんよ、パドックのね、なんで人気保険かけてんの、はい、そこ、いや、うん、予想は当てる、でも、うん、パドックの見方当たるかどうかはさすがにね、うん、はいはい、まあ、でもしっかり見ます、はい、信じていいのかな、強気なんだかさ逃げ道必ず作ってるよね作ってる、本当、まあまあ期待していただきましょうね、うん、放送は3月20日日曜日17時から18時、夕方の5時から6時までです、生放送ですがラジオのほかジャガー公式 YouTube チャンネルで YouTube ライブ配信も行います。ぜひお聞きいただきたいと思います。頑張ろうね3人で、はい、最初も本当盛りだくさんです ね、 ね、はい、楽しみです。はい、ジャガーバンバ魂はスマホアプリリスンラジオ、 YouTube、ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送をお聞き逃しの際は YouTube、ポッドキャストでぜひお聞きください。ジャガーバンバ魂、お相手は杉山悦子と桜井陽介、小西石板でした。ではまた来週です。ジャガーバンバ魂、この番組はバンエイト勝ちの提供でお送りしました。